ちゃごちゃ言ってもあれですけど、まあ要はバトラーズがマスコミとかそういうのをして俺を非難したことで、そのおかげで俺はしばらくなんて上がれるんだな。でそれが去年急にターミナルのセコンドで来たんで、なんか俺からしたら何の用だっていうふうになりますよ。決着なんか分かんないですけどね。とりあえずもう俺は負ける気もしないし、もう干渉した上で移行しますよ。本当にこの隙でリングに上がるんで監督してください。坂東内より土方隆二選手の入場です。土方隆二がこの俺だけの王道第3試合のリング、今日はまさに土方が待ちに待ってた運命の決着戦です。青コーナーより石川祐希選手の入場です。そうです、今アベリングアナの口から発せられた名前、土方隆二とは因縁浅からぬ相手、あのバトラーズ総帥、燃える常連、石川祐希。今ゆっくりとその土方の視線の先から石川祐希がゆっくりとリングに向かって歩を進めています。先ほどのプチ対エベスさんの戦いから一転、ヒリヒリするような殺気がこのリング上で交錯しています。ああもう我慢できない、土方がなんと石川をこの王道のリングに上がることすら拒否させました。ああこれはゴング、あまだゴング鳴らされませんね。和田恭平レフリーが止めています。今一瞬本部席にチラリと和田恭平レフリー視線を進めましたが、まだゴングを鳴らすなというジェスチャーをしていました。あくまでもこれは全日本のリング、こうなることは予想していたんですけどね、本田さん。そうですね、ただあのここでたまらず和田恭平レフリーゴングを要請しました。土方選手の表情がですねすごく硬いというか、この目つきですよね、本当に恨みだけで戦っているという表情をしてますよね、はい、いや、 やはりこの、ね、シングルマッチの危険度というものを、はい、全日本側も100も承知であるから、はい、このレフリングを和田恭平レフリーに。そうですね、さあエプロンサイドで石川祐希が円錐切りを決めました。早くも燃える常連が燃え上がっています。赤いつくりやるやつんだから、どうしたんでしょうか。なんと土方が先ほどの椅子攻撃で目尻のあたりをパックリと切っています。いやさっきのね場外戦は本当に周りのお客さんのことも考えてないかのようなね暴れっぷりでしたんで。ただこの流血はすごいですね、ポタ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 滴り落ちてますから、これかなりの流血ですね。かなり椅子の角かなんかが本当アクシデント的に当たったのではないかという感じの流血です、はい、さあやはり血で血を争う戦いとなりました。この土方隆二対石川祐希の一戦、これもまた一つの王道の形です。まあこの土方隆二1998年2月7日バトラーツでデビューしています。キャリア7年目、あの石川祐希率いるバトラーツ第2回バトラーツ新人テストに合格しプロレスラーになりました。全日本へは2000年サマーアクションシリーズに初参戦、2002年9月16日にこの全日本プロレスに正式に入団しました。さあ今林リングドクターがリング上に上がってこの土方の流血をチェックしています。あまりにも傷が深いようだとこのままドクターストップということもやらせろって言ってましたね。そうですね、まあ、本人はやりたいんでしょうけど、ただこれかなり傷が深そうですね、
さあ和田恭平がやっと無駄だと言ってました。ああもう弾けるかのようにエルボー打ち込んでいく。まあ確かにこのね和田さん、あの土方と石川の関係というものはまあほとんどこの真相を明らかにされないまま土方が一方的にバトラーズを抜けてしまったというね、そうですね、わだかまりがある状態でこの2人がたもとを分かってしまったというそういうことですね、まあ石川選手からすれば、はい、あのそういうやめ方はないんじゃないかと、おかしいんじゃないかと。いやちょっと待って、でもこの土方の出血がもう滝のようですよ。そうですね、ちょっとこれかなり危険な状態ですね。よっぽど深く切ってしまったようです。まあ、この今日のね俺だけのほどこの試合を組まれたのも土方の立っての願いということで、わざわざ会社の方に直訴したというね、まあ受けた石川も石川ですけども、まあ結局あのここで和田恭平ルーリーがゴングを要請しました。これ以上は危険、もちろん土方隆二の傷口も危険ということですが、試合にならないということでしょうか。そうですね、その両方ですね。ただこの流血がですね、非常にあの滝のように次から次へとあの血が出ているので、ちょっとこれ以上やらせるのは本当に危険だと思いますね。いやこれは決着戦と銘打たれました。この一戦ではありましたが、なんという、まあ言ってみれば不完全燃焼。そうですね、まあ、あの逆に言えば、まあ、半分ちょっと予想できた部分もあるんですけれども、はい、あのまあ、試合にならなかったというか、あのプロレスの試合にならなかったですね。まあ、確かに土方の気持ちは分かりますよね。あの試合、はい、ゴング前に突っかかっていて激しい場外戦、はい、そこで追ってしまった流血、はい、言ってみればちょっと土方隆二が気負いすぎたかなと。そうですね、さあ待ちに待っていたチャンスだったんですが、なんという不本意な結果。土方はまさに悔し涙ならず悔し血涙を流してレフリーストップ負け。しかし石川祐希のことですから、またこのシングルマッチ、はい、そうですね、やっぱりあの当然その過去の、まあ、そのやめ方がおかしいと、バトラーズのやめ方がおかしいという部分で、はい、まだそのあの清算が済んでないじゃないかという気持ちは当然2人の中に残ってるわけですから、まあ、今日それをさあ土方がもう泣いています。よっぽどこの試合にかけていたのでしょう。もう血なのか涙なのかわからない状態で顔をぐしゃぐしゃにしています。しかしこれもう一度見たいですね。そうですね、ぜひ見たいですね。これやらなければ2人のわだかまりがこのままますます深くなっていくということになってしまうので、はい、あのやっぱりどっかで2人本人たちもけじめをつけたいでしょうし、そうでしょうね、まさに今日が決戦の幕開けとなったようです。後頭部より派手にダメージが出るところよ。ここでやってやったよ。ご覧の通りね、何を無事にわけのわからんことを取ってつけたようなことを言ってるのか。それは俺聞きたいよ。それはね、こうやって唐突に俺を引っ張り出すための大義名分かもしれないけど、はい、あいつはここで頑張ってきたことや、ね、俺とはそういう関係から考えてもそんな大義名分いらねえじゃねえか。何をチンケなことグズ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 言うようなレスラーになっちまったんだ。俺は目覚まさせてやったよ。しかし、まあ、お客さんをもっと楽しませてやればよかったかな。まあいいや、全日本プロレスの中でたまにはこういう試合がいいでしょう。何かありますか。俺はこんな結果を見るために全寮に来たんじゃないし、石川に勝ったことで自分が選んだ道が正しかったっていうふうに信じたかったし、今度またとかじゃないんだよ。またやればいいとかそんな簡単なもんじゃない。俺にとっては
そんだけですわ。完全燃焼できなかった運があると思いますけど。いやもうその通り、全然まだいけるしね。血が出たからなんだよ。この怪我がヤバいんだったら休んで治せばいいじゃん。俺が試合できない時はもっと辛かったんだよ。レフェリーストップだった時はどんな気分だったんですか。言葉にならないですね。悔しくて涙が出ました。またすぐに再戦したいとは思わない。今からでもいいっすよ。別にお客さんとかマスコミいなくたっていいよ。いつでもいいよ、その辺の道端でも。